世紀末リーダーデンたけしとワンピースが2週連続で初連載1位を勝ち取った。たけしの作者島袋光俊と小田栄一郎はお互い連載前の新人時代に赤塚賞のパーティーで出会い、同じ1975年生まれということもあり意気投合して漫画談義を語り合う仲になった。たけしが初連載で1位になった時にも小田先生からファックスが届いたりした。たけしとワンピースはジャンプの大人気作品になり、小田先生からお互い10年はやろうなどと言われたが、たけしは5年で連載打ち切りとなった。理由は作者の島袋光俊が児童で逮捕されたからだ。出会い系サイトで知り合った未成年3人とそれぞれ5歳があったとして、集英社は謝罪文を出すとともに打ち切りを決定した。懲役2年執行猶予4年の判決を受けた島袋はスーパージャンプでリングを連載して復帰。たけしの完結編を連載し、絶版だったたけしはワイド版として復刻。そしてトリコでジャンプに復帰するとワンピースに続く看板作品になった。